境内高速道路は、中華人民共和国の国家高速道路網を構成し、路線番号は G3 である。北京市を起点とし、河北省、天津市、山東省、チャンス省、安岐省、石膏省、福建省を経由し、台北市を終点とする全長 2030km である。境内高速道路、境内高速道路その他の、 高速道路その他の高速道路北京から台湾に高速道路でつなぐという計画は中華民国としての計画ではなく、また現在の両岸関係を考慮すると実現は困難であり、さらに台湾海峡を越える道路建設の可能性は非常に低い。そのためこの高速道路計画の台湾部分の発表後、台湾社会においては笑いはなしとして受け止められた。 中華民国行政院大陸委員会副主任委員、劉徳君も中華民国としての計画ではなく、不可能と語っている。中国高速航路一覧表幕。中国地図、頼む空変出境大航路、自由時報。2008年11月4日。中国地図出現境内航路網ともどく絶航路用、人欠石体制非道超都節復習大中、水道 台湾電子講師、台湾新聞掛け音資料、中華民国国家図書館、2008年11月4日、自由時報、境内航路至る台湾陸位回避人、ありがとうございます。